ブンブンハロー YouTube、 どうもこんにちは。本日なんですけども、今日はね、一つすごく嬉しいニュースが、ね、舞い込んできましたので、そのニュースについて僕の思うことをね、ちょっと話していきたいなと思います。それがね、日本のトップ YouTuber であるヒカキンさんが、なんとチャンネル登録者数1000万人を突破されましたということで、いやーすごい、本当にヒカキンさんおめでとうございます。もう本当にすごいということで、今日はちょっとね、ヒカキンさんが1000万人突破されたことについてね、僕の思うことというか、こういうこと好きですよとか、僕がヒカキンさんを知ったのは、まあ、こんな時ですとか、まあ、ヒカキンさんについてね、ちょっと語りたいなと思います。まあ、これについてね、いろんな意見があると思うんですけども、そんな方はね、ぜひね、コメントしていただけたらなと思います。やっぱりね、いろんな意見があった方が議論っていうのも盛り上がりますし、まあ、なるほどなってなりますし、して、ぜひね、コメントをじゃんじゃんお待ちしております。はい。じゃあ早速ね、このニュースについてなんですけども、純粋に一つはすごいなっていう、やっぱり別格だなっていうことなんですけど、やっぱりね、ヒカキンさんというと、日本の YouTuber ではもうナンバーワン、トップオブトップ、もう YouTuber の代名詞ヒカキンというぐらいの人だと思うんですよね。でもある種時代を作った人じゃないですか。そしてもう影響力なんかっていうと、おそらくね、小学生、中学生に及ぼす影響力のある、まあ、YouTuber、有名人ナンバーワンがヒカキンなんですね。これね、最近アンケートがあったんですけど、だからその小中学生の選ぶその信頼できるインフルエンサーランキングみたいなのがあったんですよ。でそこの堂々の1位がね、ヒカキンさんだったと。で2位がちなみにひろゆきさんだったと思うんですけども、いや昔ってなんかこういうやつって、まあテレビの芸能人であったり、有名人であったり、プロ野球選手、プロサッカー選手だったじゃないですか。でもね、今はね、YouTuber ヒカキンさんらしいんですよね。ここほんとすごいなって思うのが、まあ一つ目ですよね。じゃあね、次に僕がヒカキンさんを初めて見た時のこととか、ヒカキンさんの第一印象とか印象がどう変わっていったのかってことについてちょっと語っていきたいと思うんですけども、僕がね、初めてヒカキンさんを見たのって確か2014とか2015年ぐらいだったと思うんですよ。で、その頃って YouTuber っていう言葉自体がなくて、なんか多くの世間の人たちからは、あいつら何なんだみたいな、 YouTuber みたいなくだらない子供騙しだとか、だから楽して大金稼ぎやがってふざけるなみたいな、ああいうのは社会不適合者、社会でうまくいかなかった人がやるものだみたいな風な印象を持たれてた人とか多いと思うんですよね。で僕はその頃から見てたんですけども、実はヒカキンさんはあんまり見てなかったんですよ。っていうのも、もともと僕は YouTube で音楽とか、なんかスポーツの動画とかで、他にはね、遊戯王の昔のアニメとか、そういうのは見てたんですけど、ヒカキンさんってどちらかというと、その子供向け、幼稚園児向けとか小学生向けだったんで、僕はあまり興味がなかったんですよね。まあ、っていうのが、まあ、見てなかった理由の一つなんですけど、でもそこからね、まあこう、なんかその2016年、2017年ってなっていくことに、その YouTube のも、その、市場が完全に広がっていって、世間からも多く認められるようになっていたと思うんですよ。で、その中心にはやっぱりいつもヒカキンさんがいたんじゃないかなっていうふうに思ってて、やっぱりそのヒカキンさんが今でこそその小中高生の信頼できるインフルエンサーとか、小学生、中学生になりたい職業 YouTuber っていうことで、やっぱりそれを築き上げてきたのってまさにね、ヒカキンさんだなっていうふうに思います。やっぱりね、ヒカキンさんがすごいなって思うのは、やっぱりその情報発信する人って、視聴者に対して嘘の情報を発信することって結構あると思ってるんですよ。例えばテレビ局とかまさにそうじゃないですか。どうせその僕らからすると、どうせこれやらせなんだろうとか思ったり、やっぱりその捏造したりするでしょ。印象操作をするような、他にもその文春だったり週刊誌だったり、あんな嘘もたくさんあるじゃないですか。でもヒカキンさんってそれはあまりせずに、そのできる限り視聴者を騙したくないってことで、その商品紹介なんかでも自分の本当に好きな商品しか紹介しないとか、そういう小さな気遣いがあるんですよね。でそれに加えて毎日更新、まあ、ああいうね、子供向けの、まあ、大人から見るとね、そんなに面白くない動画っていうのを、まあ夜の7時とか夜の9時とかに毎日上げるために動画をね、撮って企画して撮って撮影編集アップロードまでずっと毎日やり続けるって、これこういった日々の努力がやっぱりね、その小中学生なりたい職業ランキング1位、信頼できるインフルエンサーランキング1位という結果につながったんじゃないかなってことで、ほんとすごいなっていうふうに思います。ヒカキンさんを見てるとね、いかにしてこのコツコツと毎日こうやり続けるのが、ことが本当にすごい力につながっていくんだなっていうふうに思いましたね。この点ね、まあ、やっぱりね、イチローとかとも似てるような気がするんですよね。イチロー選手ってやっぱりその毎日こうトレーニングをしたりとか、
なんか遊ばずにこう素振りしたりする印象あるじゃないですか。まあ、それに近いのかなっていうふうに、まあ、僕は思って、まあ、ちょっとやっぱりね、この毎日やり続ける能力っていうのは一つ見習わないといけないんじゃないかなっていうふうに思いました。でそして次に僕がね、ヒカキンさんの方がすごいなって思うのが、やっぱりトップで続けてる点だと思うんですよ。これ本当すごいなと思ってて、やっぱりね、どんな業界でも、やっぱりそのトップっていうのは常に移り変わっていくところがあるじゃないですか。芸能界にしても、その新しい新人が来るってことは絶対誰かが辞めていくっていう、消えていくってことじゃないですか。プロ野球なんかにしても、ドラフト1位ですごい選手が入ってきたら、そう、かつてのドラフト1位とかはもうクビになる選手だっていっぱいいると。その中でも、もうこのトップオブトップ、ナンバーワン、このピラミッドのここの部分に居続けているって本当にすごいことで、やっぱりね、トップに1回でもなるよりトップで居続ける方が難しいんですよね。で、これね、そのためにいろいろヒカキンさんって変化し続けているわけなんですよ。時代の流れとかによって。例えば初めてビートボックスだけでやってたんですよね。で、そっからビートボックスが確か外国英語圏の人たちにヒットして、でもそっからね、商品紹介に移っていったんですよ。英語ビートボックスだけじゃなくてちょっと商品紹介もやろうと、日本の視聴者も取りたいと。で、そっからいきなり商品紹介に変えてしまうと外国人の視聴者が離れるから、初めにこのブンブンっていうこうビートボックスでハロー YouTube っていうことをやったというのはすごく有名な話なんですけど、で他にもね、まあ現代に合わせてどんどんこう UFO キャッチャーであったり子供向けのコンテンツであったり変化し続けてるじゃないですか。そしてナンバーワンであり続けるっていうことで、でしかもゲーム実況でも成功してるっていうことで、これ本当すごいなって思いますよね。やっぱりね、変化し続けること、ナンバーワンで続けることで、時代の流れ、需要っていうのをしっかりと把握して、例えばその時代の流れが子供向けの動画を作るのが一番ヒットするんだったらそれをやると、ね、商品紹介がいいんだったらそれをする、でまあ UFO キャッチャーがいいんだったらそれをする、ゲーム実況がいいんだったらそれをするっていう、その需要に合わせてそのユーザーで求めているものを動画を作り続けるために自分を変化し続けられる。いや、これ本当すごいなと思いましたね。で、よくね、ヒカキンさんのことを面白くないっていう人いると思うんですけど、まあ、それに関する僕の答えっていうのは単純に、まあ、動画が子供向けだからなんですよね。ヒカキンさんって動画は子供向けなんですよ。やっぱり YouTube って小さい子の方がたくさん見るじゃないですか。だからでしかも小さい子の方がその何度も同じ動画を再生されやすいっていう特徴があるらしいんですよ。だから戦略としては年齢層が下の方向けの動画を作った方が視聴数っていうのは確実に出ると。だから大人向けのコンテンツじゃなくて子供向けだから、やっぱり大人が見るとね、面白くないと思ってしまうんですよね。まあ、ただね、おそらく僕の感覚なんですけども、まあヒカキンさんはね、大人向けの動画を作ろうと思ったらね、間違いなく抜群にいいものを作れるともう思いますし、あの人は何でもできるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてね、まあ他にももう一つすごいなって思うのが、そしてね、他にもう一つすごいなって思うのが、まあ、スキャンダルがないっていうことなんですよね。要はやっぱりね、人間ってある程度成功して名声、富とか、まあ、力とか得てしまったら、やっぱりその遊びに行くじゃないですか。そのキャバクラ、女の人、女優と付き合いたいと。でしかもヒカキンさんクラスになってくると、アイドルとか女優とかに、ね、たくさん知り合えると思うんですよね。なのにもかかわらず一切スキャンダルないじゃないですか。いや、これすごいなって思ってて、いや普通ね、間違いなく週刊誌も狙ってますし、狙ってると思うし、ヒカキンさんもやっぱり人間だからそういう欲って必ずあると思うんですよ。必ず。だけど、あそこまで、ね、自制できるっていうのが本当すごいなっていうふうに思いますね。やっぱりその、小中高生のね、まあ、信頼をね、裏切りたくないっていうのもあるだろうし、ちょっとそこはね、ちょっと、本当に真似できないんじゃ、真似できないというか、普通の人にはできないんじゃないかなっていうふうに思いました。やっぱすごいね。あとね、最近ね、ヒカキンさん、募金すごいじゃないですか。コロナでね、こう、日本が、医療関係者が大変な目に遭ってる時に、YouTube でね、家にいましょうっていう動画を作ったりとか、最近なんかはね、1000万人突破された時に、まあ、ライブ配信をすると。で、その時に得られた収益とか、スーパーチャットっていうのは、すべて医療関係に寄付するってことで、ね、いや、これね、すごいなって思いました。で、ちょっと前もね、確か、1億円を寄付したみたいな話聞いてて、やっぱり格が違うっていうか、なんか本当にこういう姿勢を見せられるとね、やっぱりあの人がいたから YouTube っていうのはここまで広がったんだなっていうふうに思います。やっぱり小学生、中学生憧れるっていう、やっぱりその小学生の感覚っていうのはね、すごく正しいなっていうふうに思いました。まあ、あとね、もう一つ驚くべきが、じゃんけんあるじゃないですか。最初はグー、じゃんけんポン。あれね、今のね、小学生とかはね、最初はグーじゃなくて、最初はブンブン、じゃんけんポンらしいんですよ。いや、これすごいなと。まあ、最初はグーって、シュウナケンがね、
考案したんですよね。まあ、志村けんさん、最初はグーじゃんけんぽんで、おそらく今の、まあ、大人世代とかは間違いなくそれをやってたと思うんですけども、今の、ね、小学生はね、YouTube の最初はブンブンヒカキンじゃんけんでやるってことで、いや、これも完全にテレビを超えたんだなっていうふうに思います。もう完全に時代はね、YouTube だと。テレビじゃない。YouTube だということでね。で、その YouTube の中で、間違いなく中心にいたのがね、ヒカキンさんだということで、ね、いや、これ本当すごいなって思いました。ヒカキンさん1000万人おめでとうございますということでね、本当にヒカキンさんがトップにいたおかげで多くの方を救っているというかね、多くの方が、その視聴者として楽しませてもらって、また動画配信する側として、そういう場所をね、まあ、その、世間から白い目で見られることなく発信できるような、そういう場所を作ってもらったということで、もちろん Google のね、YouTube のその会社の人もいるんですけど、ヒカキンさんの功績はね、めちゃくちゃ大きいんじゃないかなっていうふうに思います。ということでね、今日はこんな感じでした。いや、本当にヒカキンさん、1000万人おめでとうございます。ということでね、まあ、この YouTube チャンネルをね、まあ、1万人とか10万人、その区切りはライブ配信で、皆さんと一緒にね、喜び、その、チャンネル登録者数が行く瞬間っていうのを共有したいと思ってますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね、今後どんどん情報発信していきますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではね、バイバイ。それでは最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。